動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアタリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあ最近いろいろな物価というか物の値段が上がってまいりましてですね、まあどうしたもんかなっていうところではあるんですけども、まあ僕の近く関係のあるところで言うと、鉄の値段っていうのが最近すごく上がってきてるっていうことで、まあおそらくうちの製造業なんかっていうのにも結構関係が出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。っていうのも、まあ鉄1キロキロあたり昔は20円ぐらいだったんですよ。それが今、まあ、未知の領域って言われてますけども、1キロあたり50円ぐらいになってるから、おいおいおいっていう感じになってるわけなんですね。でこれによってまあ皆さんの生活にあんまり関係ねえじゃんって思うかもしれないんですけども、何が起きるかっていうと、一番恐れがあるのはマンホール盗まれるっていう。でマンホールが盗まれると何が悪いかっていうと、マンホールって要するに落とし穴ですよ。でちょっと全く気がつかない間、夜の間なんかにマンホールが盗まれてて、でそこの道歩いてる間にそのマンホールがあったところを踏んじゃったりして、わーって落ちて、それで死人が出たりとか怪我人が出たりっていう可能性があるわけなんですね。一番盗みやすい鉄ですし、重たいですしね。本当に何だろう、それがいっぱい集まったら、まあ、めちゃくちゃお金持ちになれるわけですから、まあ、泥棒はしかも、ね、外に放置されてる鉄なんかっていうのは絶対持っていきたいわけですからね、そういうものを、まあ、盗む人っていうのが増えてくるから危なっかしいなと思いますね。まあ、仕事に関する話っていうので言うと、まあ、今日もですよ、今日もなんかドコモの回線っていうのが繋がりにくくなっちゃって、んでもっていろいろな人が影響を受けてるわけなんだけどもさ、まあ今の世の中っていうのは本当に通信機器に全部つながってるんだなっていうふうにも思いますよね。まあよっぽど製造業とかねだったら本当に、まあ、そのアナログなところは使われないかもしんないけども、 Uber Eats だったりとかさ、まあ皆さんやってるデスクワークってやつだったら必ずそうやってネットワークにつながってきて、そこでドコモの回線なんか使ってる場合なんかはもう、ね、仕事にならないわけですから、例えばそのウーバーの人も、まあ、運び先がわからないからどうしようもないとか言って、運ぶのやめちゃったりとか、で支払おうとしてる人、タクシーとか乗って、そのバーコード決済で支払おうとしてる人もネットワーク繋がんなかったから支払いができないからどうするかみたいな、そういう話にもなってきますからね。まあそういうところのインフラだったりとか、まあ仕事っていうのはそういうネットワークが繋がらないと大変だなっていうふうに思いますよね。まあそんな感じで世の中にはいろいろな仕事がありますけども、まあその世の中から消しちゃいけない仕事っていうのもあるわけでございますという話に絡めてこのお話をしていきたいと思いますが、寄生虫エキノコックス、愛知県で犬の感染相次ぐ、人体に入ると重い肝機能障害。愛知県知多半島で捕獲された野犬で、近年人体に入ると重い肝機能障害を引き起こす寄生虫エキノコックスの感染確認が相次ぎ、国立感染症研究所が半島内で定着したとの見解を示した。定着確認は北海道外では異例、県は蔓延している状況ではないとしつつ動向を注視しているというところでございます。まあ、北海道なんかで確認されておりまして、キツネに絶対近づかないでねっていうふうには周知されているわけなんですけども、これが、まあ、愛知県の知多半島ですね、ここで確認されている、まあ、確認されたっていうも断定的に言われておりますから、この辺がちょっと事態の深刻さを表してるんじゃないかなと思いますが、エキノコックスは北海道で多くの人の感染例が報告されてきた。キツネや犬の糞などに含まれる卵が人体に入ると幼虫になり、10年ほど経ってから肝機能障害などを引き起こす。本州では2005年に埼玉県で犬の感染が見つかり、愛知県では14年に知多半島の阿久比町で捕獲された野犬から検出された。埼玉県ではその後見つかってないが、愛知県では17年度に3件、19年度に1件、20年度に4件が確認された。県感染症対策課によると、狂犬病対策で捕獲した野犬の調査で見つかっており、いずれも詳しい感染経路は不明。
一般的にエキノコックスはネズミなどが中間宿主となり、幼虫を持つネズミを野犬やキツネが食べて広がるという。感染症研究所は知多半島で定着した、ここですね、定着したと考えられ、調査対象を他の犬科動物に広げる必要がある、半島外に流出防止策が必要だと警鐘を鳴らす。一方で県は調査対象を広げるとなれば一から体制作りが必要だと慎重な姿勢だ。県内の人への感染報告はこれまでに3例あるが、いずれも北海道や海外で感染したとみられているというところでございます。ここから先っていうのがどうなっていくかっていうのは、これからの国だったり、自治体の対応次第だとは思うんですけども、これに関してはやっぱり研究だったりとか、そういう防止策っていうのが必要になってくるわけなんですけども、じゃあそこに対して率先的に取り組んでいく場所はどこかっていうと、対策を作っていく場所はどこかっていうと、獣医学部、獣医学の学んでる人たちが通う学校だったりとか、大学だったりとか、そういう研究をしている場所なんですよね。獣医学部っていうとなんかいろいろなことを想像する人いますけども、そういうなんかこととは切り離して、獣医学っていうのは非常に重要な場所なんでございますね。今世の中で研究費だったりとか、いろいろなそういう費用っていうのを、景気が悪いからなのか、日本が遅れたからなのかどうかわからないんですけども、減らされてるわけなんですが、こういう自衛、日本の国を守る本当に根本的な場所で、ところで、根底的なところで日本を守るっていう意味で言うと、そういう場所に対しての研究費だったりとか、あとはそういう対策っていうのをケチってると本当に終わります。でエキノコックスっていうウイルスは10年後って今さっき書いてましたけども、10年ぐらい潜伏して、その後に発症して、重い肝機能障害が働くというわけでございますので、今対策しなくても正直政治家の人たちとしてはいいんですよね。だって10年先のことだから、今政権を握っている人たちが別に対策しなくてもなんか問題が起きるのは10年後なわけでございますので、別に10年後のことは10年後の人がやればいいじゃんっていう感覚で、対策がおろそかになる可能性っていうのは非常に高いわけでございます。だからそういうところをちゃんと対策してくれる、早急に、我々が見えるような形で発表して対策をしてくれるっていうような、人だったりっていうのを、今度選挙がありますけども、ちゃんと選んでほしいなと思います。誰に入れろなっていうのは僕は言わないですけども、公約の中に動物だったり、そういう感染症に対しての対策っていうのを挙げている人だったりとか、あとはそうですね、そういう学術的な研究に対してちゃんと関心を持っている人なのか、そういう人たちがいるんだったらば、そういう方に投票したりとかっていうことをした方がいいんじゃないかなというふうに僕は思いますのでね、ぜひぜひなんかそういう発言、人、そういう議員さんだったりとかね、立候補者の人の発言っていうのをしっかり、目通しといていただきたいなというふうに思います。ということでございまして、今日のニュースは寄生虫エキノコックス、愛知県で犬の感染相次ぐというお話と、今度の選挙のお話をさせていただきます。